はい、ミスターまゆみさん、いつものご連絡ありがとうございます。まあ昨日はね、返信がなかったですけど、動画がどんどんアップロードされていたんで、あ、しっかり元気にやってるなと思いました。とてもね、素晴らしい姿を見せていただいております。で、今回はですね、3つのテーマでお伝えしようかと思います。まず1つ目なんですけど、パワハラへの戦い方なんですよね。パワハラっていうテーマがちょっとね、キーワードはミスターまゆみさんが出ていたんで、私がパワハラに対する最も効果的な戦い方を、ここでね、ちょっとお話ししようかと思います。多分、この、まあ、アイディアとかね、行動に行き着く方はなかなかいないんじゃないかと思うんですけども、非常にシンプルで簡単です。で、皆さんも絶対にね、こういう姿を見たことがあるし、憧れてると思います。それはですね、自分がパワハラを受けてるときは耐えてください。耐えるだけはい、その通りで、受けた通りに粛々と実行します。でも自分以外の人がパワハラを受けたときには、そこの間に割って入って、それやりすぎっすよと戦ってあげてください。これだけなんですよ。要するに、人のためには自分の労を惜しまないけど、自分のためにはね、保守に入らないと。自分は耐えるという戦いをするんですよ。で、人を守るという戦いをするんですね。まあ、これがパワハラの効果的な戦い方で、そういう人に要するに人民のパワーが集まるんですよ。多くの人の力がね。もちろん守ってもらった人は守ってもらった人で、感謝すると思いますけどもね。他の人、その姿を見ている多くの人が、あいつすげえなと、かっこいいな、男気あるなみたいな感じで、少しずつね、自分を今度守ってくれるようになるんですよ。要するに、自分のために戦う人に、人はあまり味方してくれないんですよ。他者のために戦う人に、大衆はすごく期待を寄せるんですよね。まあそういうことがね、昨日の例のやつに対する、私のね、放送と皆さんからの返信でもちょっと伺い知ることができて、心が温まったなってことでございます。これはまた別の機会にお話しますね。で、次、菊田さん。コーチといえば菊田さんですよ。これね、通帳に1億円がある人ですからね。で、私がね、速稼塾っていうものを始めた瞬間に知り合った方で、コーチで非常に、自由をね、満喫しながら、そして多くの方をビジネスによってね、助けている方でございますんで、ミスターまゆみさんの力に必ずなってくれると思います。ご縁をね、繋いでもらって本当に嬉しいなと思います。次、C の木康春、速稼塾を7回破門になって、これはポッドキャストマスターって言いまして、ほとんどの人が手をつけてないメディアに特化してですね、プロモーションしていただいております。で、彼はですね、ネオ FP という、まあ私のね、まあ1番弟子2番弟子ぐらいの、まあ双璧がいるんですけども、実力者が、で、そのうちの一人なんですよね。ネオ FP といえば、私と一緒に会社をやってる仲もありますけども、彼と一緒に、プロジェクトを進めてるんですよね。あ、電池切れそうだな、これ。あ、ちょっと待ってくださいね。はい、バッテリーが切れましたんで、今入れ替えました。こっちでね、充電しながらまた入れ替えてやってます。まあ、C の木康春くんのことをお話しするのと同時に、彼と私もね、毎日のように動画のやり取りをミスターまゆみさんとしてます。ただですね、ミスターまゆみさんと私が最初は限定公開だったように、彼はね、やっぱり今も限定公開なんですよ。まあ、公開するのもありますけどもね。でも今回、ミスターまゆみさんと私の、関係と同じように、C の木康春にも、この本音で語ってるところね、涙を出しているところ、これ公開しろというふうな指示を出しました。これもカリキュラムの一部として、人は本音で語ると、心の底から自分の本心を語ると、やっぱりね、涙が出てくる。うん、もっと言ったら、涙が出るほど、感動するほど、自分の心の底の底からね、話してますかってことの、その一つの例として、シーノキャスタルの、恋にもならない、トークにもなってるのはね、ただね、おえつしてるだけみたいな動画を、まあ出してみたわけなんですよ。で、そのおえつ動画の元になっている私の、動画も出してます。だからこの二つの動画ね、ぜひに見ていただきたい。このやりとりを私はね、多くの方と毎日やってるってことなんですよ。これ毎日ですよ。毎日多くの方とこれをやってるのが私のメインですから。だから一般公開してる動画なんて全体のうちのですね、2割ぐらいしかないわけですよ。で、ミスターまゆみさんとも最初は限定公開でやったじゃないですか。あれを公開することによって、限定公開の8割ぐらいのものがだんだんね、こっちの2割の方に入っていて、比率がどんどん変わって、最終的には私はね、全部が、個人やりとりも込みで全部が公開になったらいいなとは思ってるんですけども、公開してほしくないよとかいう方もいらっしゃいますんで、まあそれはね、 100% ってことにならないでしょうね。ただ少しずつその比率が変わってるってことでございます。ということはですね、私はね、表向きは1万動画アップロードですけども、実はね、ポテンシャルとしては3万動画あるわけですよ。そのぐらいの継続力がないと、このインターネットで、その YouTube でね、収益を上げていくこととか、収益が上がらないまでも多くのファンを従えてですね、一緒に歩んでいくってことはできないと思います。さあ、それですね、ここからがちょっと本題になります。今回のまとめになります。私はですね、自分の持っているものは全て人類のものだというふうな感じがしています。まあ感じというか、そういうふうな感覚なんですよ。
私が YouTube のチャンネル登録者数が9000人ぐらいいるとしますよね。その9000人のチャンネル登録者数のこの影響力っていうのは、まあ、その皆さんのものなんですよ。だから、私の動画も出してください。俺の店も紹介してください。私と一緒にコラボしてください。全部私のチャンネルで公開してももらって OK ですし、そこから他の方へのチャンネル登録に、ね、誘導したいというところもありますし、私が今まで培った人脈っていうのは皆さんのものです。ですので、ミスターマイアミさんが商売やるぞって言ったらね、そこの地域で力のある人とこうやってつなげたりとかですね、同じようなモチベーションでやってる方とかと、こうやってしのきくんとつなげたりとか、こういうのを積極的にやっていくわけですよ。で、最近は YouTube っていうのをやってますよね。これは YouTube で何かをしたいって方同士をつなげる私の YouTube のその YouTube ワールドですか、この中で YouTube に特に興味がある人同士の関わりを作ってですね、やっぱ相乗効果も出していただきたいですし、お互いにチャンネル登録をすることによって、まあ伸びていくっていうこともあるわけですよね。今回は西和倉村の山根さんがチャンネル登録者数100人をね達成して突破していきましたけども、これも山根さんはね、チャンネル登録者数の方一人一人をすごく大事にした結果だと思うんですよ。そしてその中で個人的なつながりもねできていったりとかね、渡辺瑞香さんみたいな方と山根さんみたいな、これ客観的に見たらその発信力とかチャンネル登録の数とかはすごくアンバランスですけども、でもね、渡辺瑞香さんから見れば山根さんは一人の大切な人、山根さんから見たら瑞香さんは一人の大切な人だから、はっきり言ってこれ重みは変わらないんですよ。だから我々はチャンネル登録者数があろうがなかろうが、人がねお金持ちであろうがお金持ちではなかろうが、人間としての価値はそんなことで決まらないってこともね、込みで私の放送をね、これからもさせていただければと思います。ですので私のね、資源っていうのはもう人類のもの、皆さんのものなんですよ。大げさに言ったら私の知恵もみんなに使ってもらった方がいいなと思いますし、もちろん使わない知恵もあってもいいと思いますね。で、私のお金も皆さんのため、お金もですよ、お金も皆さんのためだから、私は全国国会全部自費で言ってるわけですよ。オフ会行ったりとか呼ばれていくときに、じゃあ旅費くださいなんて言わないわけですよ。だってですよ、30分会うために私は静岡行くわけですよ。富山とかね。30分会うためにですよ。で、私自費で行くわけですよ。で、往復で4万ぐらいかけるわけですよ。でもそれを私は負担だと感じてないのは、私と会ってる方、会ってくださる方っていうのは、まあ、費用はもしかしたらね、かからないかもしれないけど、でも、大切な人類の時間を私っていう人間に捧げてくれてるわけですから、まあ、こっちとしてはね、やっぱりこう、50-50で出せるものは精一杯出していきたいなと思います。それで、出せる量ってのはみんな違うわけなんですよね。違うんで、多く出せる人が多く出して、少なく出す人は少なく出して、それでその割合が9対1でも五分五分だっていう考え方なんですよね、私はね。まあ、ですんでね、大げさに言ったら、私のものっていうのはみんなのものだから、もう遠慮なく使っていただきたい。この YouTube チャンネルで紹介していただきたいものがあれば、一定のレベルは求めますよ。一定のレベルはね、何でも紹介すればいいってもんじゃないんで、一定のレベルは設けますけども、そのレベルを要求するときもカリキュラムですから、こういうふうにしたら効果が出ますよ。こういうふうにやったらあなたに信頼が集まりますよ。こういうふうにやったら、まあね、少ないかもしれませんけど、私の権威を使うことができますよっていうのをやって、完成したときにリリースするってことで、最高に効果が出る形で私は出演をしてもらってるって形ですよね。はい、いろいろと申し上げましたけども、私もね、まあ偉そうなこと言える立場ではないんですけども、少しでもね、私の考え方がね、そして行動が皆さんの、まあ、プラスになればなと思いながらやらせていただいております。まあ、ですんでね、報酬をもらってるからとかね、お金のもう問題でやってるわけではないんですよ。それはもうお分かりだと思いますけども。で、先日ね、ちょっとこれまた別の機会にもお話しますけども、ちょっとミスターマヤミさんの個別動画なのに長くなっちゃってすいません。もうこれ最後にしますから。ネットワークビジネスに関して私はね、アップラインの紹介報酬もらってると。その一面はありますよ。その一面があるけども、報酬もらってるからお前ちゃんとやれよっていうのは全然ね、お門違いなんですよ。で、それはもうお金のことにこだわってる人の考えです。いわゆる普通の人の考えです。私はギャラが発生しようが発生しまいが、自分が身銭を切ろうが、やることずっと一緒なんですよ。多くの方は自分にメリットがないとやらないですよ。自分のコストをかけるんだったらやらないと思うんですよ。ただ一方的に人のためだったら自分が潰れてしまうみたいなことを考えると思うんですよ。でも私はね、自分が潰れてもいいわけなんですよ。自分で勝手に復活できるんで。で、このね、自分の復活力がない方が、自分の出費を惜しんだりとか、五分五分だとか、ギブアンドテイクっていうところで止まるわけなんですよ。違うんですよ。もう、ギブギブギブでいいんですよ、みんなで。全員がギブしかしなかったら、それで成り立つじゃないですか。誰かがもらってもあげないっていう人が、やっぱりね、はびこってるから、ギブオンリーの人になるのがすごく怖いんですよね、お互いに。まあ、そういうことをね、今日申し上げて、ミスターマヤミさんの返信にさせていただこうかと思います。全体メールみたいになっちゃいましたね、これはね。はい、以上でございます。ミスターマヤミさん、またメールをください。